ああ、あるでしょ。うん。お、え、縛りを沖縄と書いてありますけど ね、はい、こちらの寝台をちょっと打っていきたいと思うんですが、はい、おーやー、これはこれはおるやろ、おったおった。はい、これで 1,2,3,4,5,6 連目になりますね。400過ぎてる。418ゲームですね今。なかなか、いや、まあまあボーナス自体は引ける台です。ザクチェで今のチェリーもただチェリーを引いたんじゃなくて内部的におそらくこうオシュベルの取りこぼしが発生してるということで、うん、チェリーっていうフラグがないんで、うん、そもそも疑似遊戯なんで疑似遊戯ですもんね、はい、あ、そうだ、疑似遊戯なんでできるもう一つの演出があるんですけど、はい、大滑りチェリーっていうのがあるんですよ、はいはいはい、5コマ以上滑ってチェリーが出てくるて、うんうんうん、大滑りチェリーもうそれ分かります。5コマ以上滑ったらめっちゃ違和感あるんで、まあまあ、そりゃそうですよね。ぬるーんってなるってことですね。はい、うん、でその大滑りチェリーはもう本殿長の合図になります、ね、なるほど、本殿長下になります。出た時点でさあ間もなく近づいてきましたね。666ゲームですよ。くっそ、ほんま天井絶対行くやつやな俺は。そうっすね。いやむしろもうそれは池田店長のお家芸みたいになってますよね。大名詞ですねもう本当に、はい、なんか動画に出る時のあの池田店長っていうのをちょっともう天井の池田とかそういうのにしようかな。あ、池田店長でいいんじゃないですか。あ、なるほどなるほど、池田店長で、なるほど、おもろいですね。おもろいですね、確かに。あ、池田店長です。こいつ噛んでるだけちゃうみたいな。あれ、天井って言ってない。それにしますわって、なんか自分でも。あ、今度のなんかの罰ゲームにしようじゃん。そうですね、負けたら1ヶ月間、はい、あ、次回の配信とその次の配信まで池田店長っていう名前で、はい、いや表記する。もうこれからずっとそうしますよ、池田天井で、はい、負ければね。なんかそうなると天井に行かないと逆にがっかりされるっていう、はい、いかんのかいって当てるのかいって。なるほどね。もう200ゲームを切りましたね、天井まで。本当だ、もう1時間回されてる。あと180ゲーム閉店後時間がないっていうのに1時間はめるんですもん。いやー本当にね、いつもいつもこうなんですよね。本当いつもそうですよね。どうしたらそうなるんですか。いやーほんまに、まあその分帰ってくる場面も見てるんで。そうですね、逆に羨ましいなって思う時もあるんですけど、競馬かボートレースか競輪かなんかやった方がいいですね、池田店長は。いやまあまあそうですね、多分12レースやって1レース的中させて勝つタイプですもんね。はいはいはい、昔に、はい、その親戚のおじさんが競馬やってるのを、はい、なんかその何やってるか全然分かんなかったんですけど、はい、まあ、これ競馬やってんねみたいなこと言ってて、はい、でそのおっちゃんがポケットに400円ぐらいだけあったんですよね。なんかポケットにチャリンチャリンってなったから400円だけ持ってたやつを、はい、あのお前かけてみろというか番号選んでみろみたいに言われたんですよ、はい、で僕はなんかその一番当たったら大きいのどれなんみたいなことを聞いたことがあって、はい、でなんか3連単ってその時説明されたんですけどあんまよく分からなかったから、はい、好きな番号3つ選べと、はい、3つ選んだやつ当たりましたか。3連単ですか。当たりました。そんなことあります。当たりました。25万ぐらいまでなってて。25万、はい、で何も分からずそのおっちゃんだけ喜んでて、僕はそのままなんかゲームのカセット1本買ってもらいましたけど。なんで安田記念終わった後に言うんですかそれ。そうなんですよ、持ってるんですよ。持ってますね。持ってるんですよ。ただ自分でやったら絶対負けですよ。おーおー、びっくりした。強チェリー、こんな話してる間に。さすがにそろそろじゃないですか。まあね、いやでもそれからあんまもう、まあ、やっぱ大人になってから競馬もちょこちょこやりましたけど、はい、まあ、やっぱ負けてますよね。もうそこで全ての運使い果たしたんでしょうね。いやそうでしょうね、小さい時にその25万で。そうですね、そんなことはないと思いますけど、400円1点掛けで当てるやつおるみたいな。おお、今多分5コマか8コマぐらい滑りましたね。あ、大滑りチェリー、うん、大滑りチェリー、本前兆です、本前兆です。はい、今絶対滑ったな。わかるでしょ。わかりました、わかりました。あーもう明らかに分かりますよね、前兆中はやっぱりね、
これが32ゲーム以内にこういう状況になると面白いんですよ。確かにね。オールオールやばいやばいやばい、はい、はいはいはい、当たり前のように光りました。通常点別です。通常点配です。おいレギュラーボーナスです。これは大丈夫か。大丈夫、天国にさえあげれば大丈夫。まあね。さあさあ、いきなりチェリー出てきてほしいですね。いやそうですね、頼むよ。有力感ランプはまだついてますね。おっ、スイカかい、スイカかい。14ゲーム、チェリーがコン。いやそれはないわ、これはないわ、マジで。さあ32ゲームラスト、ちなみに1回もチェリー来てません。厳しいな、やっぱり1は厳しいな。有力感ランプ消えてないですね。いや1は厳しいですね。いやまだ分かんないですから。だからどこで消えるか分かんないんですよ、また。ああなるほどなるほど、有力化ランプがまだ消えんの、ほんまいつ消えるか分かんないですね。そうなんですよ、だからそこがまたちょっと辛いところなんですけど、消えてないってことは天国チャンスにも行ってないんじゃないかって。そういうことですよね。だから当てたところでなんですよね。僕もう1と6打てば、はい、どっちが1でどっちが6かなんてもう丸分かりですよなんて言ってたんですけど言ってましたね。全然分かんないですね。確かに。これじゃあ、おスイカなど、あー強チェリーやっと来た、来た来た来た、これ気持ちいいんすよね。これは気持ちいいな、強チェリー1角。いや気持ちいい、頼むよ。ちょっとなんか危なそうな気するよ。チェリー全然出てこないっすね。いや出てないっすよ、さっき当たった時バリバリチェリー出てきましたもんね。めっちゃ出てましたね。いやそっか、強チェリー唯一の強チェリーですよね今日ね。いやそうなんですよ、今は2回目ですね。あ2回目、2回目、さっきのあのあそっか700ゲームぐらいで当たったやつ、当たったやつ強チェリーやったんで。あじゃあちょうど 50% じゃないですか。そうそうそう、当選率。いやーいや1回もチェリー出てない、もう無理やな。うん、おっとまた引いた。いやそれも前兆中じゃないですか。さっきチェリー2つ引いてますよね。2つ引いてます、うん、で前兆中だと強チェリー100分の1になるんで、なるほど、多分それはもう、ね、もうあるある。わあよしよし、さあ3回目、おいなんか当たりもレギュラーだし大して速くもないし天国にも行かんし、いやほんまに具志堅さんは言わんし、うん、1やないですかそれ僕それ6って言われても嘘って言います。多分やっぱりこれ僕の予想ですけど、はい、6は、あ、さあ6は天国行きやすいと思うんですよ、はい、で僕最初のあたりで天国行って連チャンしたじゃないですか、うん、 そうですね、それが終わって2回目の初あたりになります、うん、レギュラーかー。さあこれで両方天国チャンスですよ。そうですね、さあ楽しみですね。さあお先に行きますよ。さあチェリーを、大事なのはチェリー。はい、こちらもボーナス終了です。どうかな、引きそうで怖いよな、シーサーさんの。いやこっちは逆に、まあ、これが6だとしたらもう一回天国は見せとかんと。そうですね、いや6も全然甘くないなってなっちゃいますよ。引く気配すらないぞ本当。32ゲームあれば普通に1回ぐらい来そうなもんですけどね、うん、たまたま29ゲーム消えましたね。あ消えました、消えました、30ゲームで。ってことは次のあたり天国以降のチャンスです。そうですね、おおおやっぱ遅れましたね。いたんじゃないですか、かもしれないですね、はい、うん、まあ、一応ベレンの次ゲームなんですけど。あーあーか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 ー、さあしかも有力感、ああテンパイオンなし、一回終わってますからね、うん、テンパイオンビッグの時しか来ないんですよ。ああなるほど、だからテントちょっとハマっとるしビッグなかなかヒートなんし、本当に一番初めの初当たりだけです。だからこれの6、これが6の可能性全然ありますよ。あまあまあね、さあ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 
あー遅れた、おおもろ遅れた。遅れもめっちゃ分かりやすいですよね。分かりやすいやつと分かりにくいやつが確かにあるんですよね、うん、おー来たー来たー、よし、あー行った、よし、これどっちがどっちか分かんなくなりましたね。分からんぞ、設定下が出てないので、うん、初当たりがそれで1、2、3、4回目で天国ですね。朝一でね、こう700ゲームぐらい行ってもこんだけ出せんぞっていうところ見せますよ。お願いしますよ、はい、え告知音鳴りましたよ。あ、それベル揃えば天国下でだから、あ、え、あ、ありがとうございます。いや気持ちいいわ、やばい、もう好きになっちゃった、脳汁がやばいっす、もう千葉リオ好きになったでしょ。 やばいっすね、これは気持ちいい。うわ、ここから一気に出る可能性ありますからね。いや気持ちいい、そうなんすよ、この1ゲームでたまらんのですよ。 やばいっすね。わあ、よかった、あんたありがとう。何枚出すかな、池田店長なんで2400枚全然あると思うな、はい、ああ、あるでしょ、うん、お、パトランプもやばいやばいやばい。いや池田店長、はい、1ゲーム連プラス92パールーツです。いやこれ誰でも振り返るでしょ、これはやばい、いただきましたね。そういうことですよ。いや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 、すごい、これもう2400枚の大チャンスですから。そうですね、いやだからまくりですよもう。いやありがとうございます、素晴らしい、気持ちいい、いやいいもの見れました。いややばい、あとは、はい、この千葉リオのそのパトランプモードがどれだけすごいかっていうのをう、ね、多分見ていただけると思うので、はい、うん、いや池田店長ありがとうございます。いやいやいや見せましたよ、最後バッチリ、うん、出玉の方でね、そうですね、証明してほしいです。はい、一旦池田店長は免れましたね。そうですね、うん、いや今日はしっかり仕事してますね。いやいやいや、そうやっていくんか、連チャン中にねちょっとショートフリーズして、そうですね、突然でしたね。いや本当にマジでビビりました。6がパッドランプモードに行きやすいとかだったらめっちゃエグくないですか。いやエグいっすねこれが機種によっては奇数設定とか低設定の方が行きやすかったりするじゃないですか、うん、どっちなんだっていう話ですよね。そうですね、いやだから この後この連チャンで具志堅さん出しますから僕が。あ、お願いします。たまたま最初のあたり、あ、2回目のあたり遠かったんですけど、はい、それ以外はね、初当たりも割と早いですね。そうですね、もうだってあの700ハマったことなんか忘れてますもん。そうでしょう、うん、さあ、1ゲーム連、うん、いや、6じゃないだろうな、それ絶対1だと思うな。ぽいっすね、なんかね、なんかぽいっすよね。だからもうこうでしょ、うん、こうですもんね。そうですね、おお、さあ当たりは割とこっちの方が早い、217ゲーム。やっぱその浅さもちょっと怪しいですよね、初当たりの浅さも。そうですね、うん、軽い。これ最初打ってパーン出たら取り込んだりそうですね。さあ、うん、2回目の天国一行があるかどうか参ります。これでもう天国いたらもうシーサーさんの方が6でしょうね。ぽいですよね、うん、そういうことになりますよね。さあさあ飛ばしていきますか。あーダメでした、うん、ユリカナップ消えました。消えました、終わりました、天国なし。これでまた分からんすよ。分からんすね、うん、でもまあでも初当たり軽いのは審査さんのやつなんで。そうですね、そこがねやっぱどうしても引っかかってるんですよね。おっとこれで当たらんかな。でも僕やっぱ全然チェリーが引けないんですけど。池田店長変なもん見せるんちゃうやろなこれいやいやいや92%ですよ。そんなね、そんな簡単に 8% なんか逃げ引けないですよ、はい、だって10回やって1回あるかないかでしょ池田店長、はい、それを引くのが。いやいやそんなそんなね、そんなほら
だフラグとかちゃうでしょそんな。いやそれちょっと逆にまずいっすよパトランプ光らせてそれで終わらせたらいやいやいや、そんなわけ、ほら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 、ちゃんとね。いや、終わらないと思うんですよね、はい、1ゲーム連確定してた分が今出てきただけなんで。ああまあまあね。いやもう結構ドキドキ言ってますよ心臓。ちょ怖い怖い、その静けさ怖いっすよ。ちょっと待って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 。え、そんなアホな、そんなアホなって、こっちのセリフですよそんなアホな、おい、ちょっとおい、あと2ゲームやぞお前。いや帰っていいっすかマジで。いやいや、ちょっと池田店長ふざけないでください。え、ちょっと待って、ユリカナも消えたやん。終わりやん、終わりやん。お前何やってるんすか。ちょっと、いやちょっといやこれ、はい、パトランプモードって、はい、めっちゃ強いんですよ本当は。そうですね、本当はですよ。全然2000枚とか余裕で出るぐらいのコールループの最上位のモードですよ、うん、これ今池田店長おーいって叫んだでしょ、はい、本当そう言いたくなるぐらい情けない結果ですこれはこっちのセリフですよ。いやいや、まあそうですね、公開処刑ですねこれ。これは池田店長やらかしましたね。いやーマジかよ。いやマジかよはだからこっちのセリフですよよし、これで2400枚取って綺麗に終われると思ったのに。いや間違いない、ちょっとやめますもういやほんまに。まあでも、はい、ユリカナップ消えたじゃないですか、はいはいはい、さっき言ったように、うん、これで終わりじゃないのがチバリオなんですよ。まあまあね、だからこの後当ててもう1回天国以上に行くっていう可能性があるので、うん、ここなんですよポイントは。そうですね、わかりますよ。 92% 引いて、うん、大した手玉つけず終わってしまいました、ユリカナップ消えました、クソなんですけど、うん、冷静になってください。確かにね、ここ 50% で天国チャンスにいるわけですから。確かに確かに、ここを余裕があるときはちゃんと回しましょうねっていう、そういう台です。だからもうちょっと様子見ましょう。そうですね。いや僕実はね、言葉には出さなかったんですけど、はい、ちょっと嫌な予感がしてたんですよ。それが何かというと、はい、僕この南国育ちが導入した日に、はい、閉店後ちょっと回したんですよ、どんな台かと、はい、その時にフリーズ引いたんですよね、はい、それも700枚ぐらいで終わったんですよ。皆さん、池田店長はそういう方って覚えておいてくださいそうですね。いや僕も何度か見てますんでね、そういう人っていうのを、はい、本当にコーループをコーループさせれないんですから、はい、でガッサーも確率通り引けない。そうポンコツじゃないですか、頼むの。だから向いてないんやね普通にそういうこうちょっと気性の荒い機種には。冷静に言われるとめっちゃしみる言葉やなそう言われても仕方ないですよ。そうですね、いや本当にそうなんですよ。まあでも本当はね、もう言う必要ないと思うんですけど、うん、本当はもっと出るんですよ、はい、もうおるやろこんだけチェリー来とったら。ああ第一ステージラストチャンスいきます。具志堅用高さんの声は両方とも聞けなかったですね。そうですね。はい、実践終了でございます。チバリを打ってきましたけど、はい、池田店長、はい、結局どっちが1でどっちが6だったんだっていうお話ですよ。まあそうですね、はい、うん、まあ打ちながら言ってましたけど、うん、明らかに違ったのは初当たりの軽さ、はい、うん、で正直天国以降とかに関しては分かんなかったですね。そうですね、うん、お互い結局1回ずつですよね。そうですね、うん、だから感触的にはこれもしかしたら高設定設定6でもへこむ可能性十分あるなって正直思ったんですよ。です、ね、うん、ただ初当たりが軽ければその分チャンスが多く訪れる程度かなって思ったんですけど、まあパトランプは引きましたからね。一番見たかったやつ引きましたもんね、はい、一番見たかったやつ引いて一番見たくない映像流しちゃいましたねそうですね、一番見たかったのに、はい、結局あのアンチャンランプの1ゲーム連しか見せれなかったっていう。いやそうなんですよ、はい、で結局どっちが1でどっちが6だったのか。そうですね、もう僕は答え出てますけど、はい、いや僕も出てますよ。あ、じゃあ池田店長が打っていた自分の台が何だったと思います、はい、まあ1でしょうね。でしょうね、でしょうね、まあ、僕が打ってた台は6だと思います、うん、で結局結果はじゃあどっちが6だったかをさせていただきましょうか。あーですよね、やっぱりね。まあそうでしょうね、やっぱそうですよね。ってことはこれは6打ってたのに出せなかった僕もどうなのっていうことになりますよね。まあそれはそうですね。いやでも難しいですね。いや難しかったな、確かに、まあ、確かにサマイ数で5000枚とか1万枚とかっていうね、うん、あの出玉も残してる機種らしいので、はい、
連チャン終わった後にまた連チャンが始まるっていう、うん、天国チャンス経由の天国大連チャンみたいな、うん、そういうのは現実的に起こりうるんだろうと思います、ね、ただこの短時間では、うん、そのポテンシャルを引き出すことできなかったっていうところがちょっと残念でしたけれども、まあ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 、まあ、はい、というわけで、まあ、今日6月6日にお邪魔しましたけれども、うん、まあ、いよいよこの6月上旬から導入開始となっておりますので、はい、こちらグランキコーナー堺店さんには10台縛りを設置がありますので、大阪最大なんです、ちなみに10台は、はい、ちょっと売ってみたいなと思った方、はい、ぜひグランキコーナー堺店さんへ足をお運びくださいませ、はい、ということで今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。